おはようございます。おはようございます。ですね、以前からアナウンスしてたメンバーシップに関して、はいはい、ちょっとようやく整ったので、ちょっと開始しようかなと思って、本日お呼びいたしました。はい。金井さん全然分かってないですね。分かってないです。金井さんに説明するのと、まあ、視聴者さんも同じタイミングでいろいろと説明をさせていただこうかなと思っております。お願いします。金井さん、何度かお聞きしてますけど、メンバーシップってどんなものか分かってますか？前なんか言ってたよね、なんかリモートで今の教室を視聴できると。そういうじゃなかったっけ？あ、でもまあそれもこの後説明しますけど、うん、まあ、簡単にご説明すると、まあ、YouTube の今登録者数が結構いらっしゃるじゃないですか、はいはい、まあ、その方たちは皆さん無料で、まあ、動画を全部見れるっていうのが YouTube なんですけど、はいはい、まあ、YouTube メンバーシップっていうのに月額お金を払っていただいて、うん、登録するとそのメンバー限定の動画を配信したりとか、うん、メンバー限定にお知らせをしたりとか、うん、っていうのを前から始めるよって言ってて、まあ、やっと体制が整った感じです、うん。なんで、まあ、今からメンバーシップについてご説明していこうかなと思っております。はい、お願いします。プランは2つ用意しました、はい、まず1つ目がカナイスタイルメンバーっていう名前で、うん、まあ、月額490円、うん、それプラスカナイスタイルメンバープラスっていうのが月額990円で、2つのプランをご用意してます、うん、その内容についてをちょっと今からご説明するんですけど、ここまで何か質問ありますか？いやいや、2倍ぐらいになってね。そうですね、まあ、こういった490円をいただいて普段出せないような動画を出していきますよっていうことですね、うん、簡単に。でまずメンバーになると何ができるのか、特典が何があるのか、うん、っていうのをご説明するんですけど、まずはメンバーが登録してくださるじゃないですか。はい。でくださってる人がこちらからも一目で分かるように、うん、チャンネル専用のバッジっていうのがつくようになるんですよ、うん、でそれはルミさんに作っていただいたんで、こんなバッジがつくようになります、うん、でそれ左上から、まあ、新規でご登録された方は、まあ、この種で、種からこう木が生えて、うん、木が生えて、はい、成長していくっつう、そうですね一般的なメンバーシップの特典としてあるので、それのオリジナル画像を作りましたよってことですね。で、まあ、あとは、まあ、メンバー限定でお知らせすることもあるかなと、うん、まあ、例えばですけど、メンバー限定で今こんなお庭の施工してます、うん、でこのお庭を今度出しますよとか、いろんなお知らせができるかなっていう、メンバーの方とこちらの距離が近くなるようなイメージですね、うん。であとは庭の匠に質問っていうコーナーをちょっと用意しまして、うん、まあ、動画内で質問を募集します。それの質問に対して金井さんができる限り全部答えるっていう、うん、これまあどんな質問でもいいんで、まあ、結構金井さんに直接質問するできることも普段あんまないと思うんで、うん、このメンバー限定でそういうのもできたらなと思ってます、はい、まあ、できる限り全部答えていただきたいなっていう感じです、うん。であと一番メインとなるのはメンバーの限定動画ですね。普段結構お庭を作る様子を上げてるじゃないですか、うん、でそういうところに出すほどでもないかなっていうような限定的なアドバイスだったり、うん、お話だったりっていうのをメンバー限定で出していこうかと思っています。はい、まあ、YouTube は時間的な制限もあるし、まあ、だから、まあ、裏技みたいなこととか、お客さんの要望を叶えるという形の施工をやるんで、となるとやっぱりその現場に合わせる、その状況に合わせる、それで合わせていかないと成立していかないいけない部分って数々あって、それがやっぱり、まあ、造園の面白さでもあり、長年やってきた経験でもある、まあそういうのをね、これからは出していけるのかなと、うん、は思いますけど。そうですね、今おっしゃったような内容は、まあ、普段の動画ではあまり出してないようなところなので、うんうん、まあ、そういったところのお話を、まあ、メンバー限定動画として出していきたいなっていうところで、まあ、メンバー限定動画が
大体どんな内容を企画しているのかっていうところなんですけど、うん、一番のメインは匠の庭のお話っていうタイトルにしました、うん、まあ、以前金井さんがあまり講座だったり授業っていう言い方はちょっとあまり好きじゃないって言ってたので、もっとそれよりフランクな感じで庭のお話ということで、皆さんが気になっているようなことだったりとか金井さんにお話ししていただく、まあ、それが一番のメインで、普段出せないようなもうちょっとコアな内容とか、だからね、まあ、作りばっかりじゃなくて、やっぱり、まあ、いろんなあらゆる施工だけじゃなくして、普段あまり作業中なので、そこまで長くはやっぱり作業中なんて取れないじゃないですか、そういったお話を、なのでそういったちょっと細かいところのお話とかはこちらで出していこうかと思っています。であとは撮影の裏側的な動画もちょっとそちらで出していこうかなと思って、普段動画ってやっぱり現場が終わって2ヶ月後とかに動画が出るじゃないですか、なので、まあ、今撮影してる現場、今こんな現場撮ってますとか、今後こんな動画、ここの現場が動画になると思いますよっていうのも、まあ、メンバー限定でちょっと先出ししようかなと、予告みたいな、そうですね、なのでまあ変な話ビフォーだけちょっと出して、まあ、どんな感じになるのか楽しみにしてくださいと、まあ、そういった今撮影中の現場の紹介だったりとか、ちょっと普段撮らないようなところも少しずつ撮っていこうかなと思ってます、はい、ここまでが月額490円のそう値段によってね、そうです、カナイスタイルメンバーはここまで今お話ししたもの全部見れます、でもう一つメンバープラスの方なんですけど、月額990円の方も、今お話しした内容は全部見れます、こちらはなんでちょっと金額が高いのっていうところなんですけど、こちらで先ほど金井さんがおっしゃってた最近始めた養成講座、金井スタイルラボの切り抜き、まあさすがに全て見せることはできないんですけど、まああちらも有料でやらせていただいてるんで、それの一部切り抜きはこのメンバープラスの方で見れるようにしようかなとは思ってます、なので普段養成講座やってる時に撮ってるんで、まあ、ちょっとここ面白いお話だなっていうところを見れるよっていうふうにしようかなと思ってます、はい、大体内容的にはこんな感じですね、はいはい、いかがですか。おお、まあ、できるだけ私が長くこうやってきて造園通職業においてもなんか危機感というか、やっぱりこの職業に対して若者が職種つかないっつ、まあ、だから造園の面白さ、造園の広がりというようなことにおいても少しでも役に立つ、若者が少しでもこの職業に興味が出てくるようなものになればもういいかなとは思って、まあ、始めたわけですから、はい、だから、まあ、できるだけ自分で伝達限り吐き出そうかなとは思っております、はい、まあ、これがメンバーシップの内容として、まあ、配信ペースに関してなんですけど、普段の動画ももちろん週1で出して、まあ、それプラスメンバー用の動画もできれば週1で出したいなと思ってるんで、まあ、メンバーの方からしたら週2本になるっていう、まあ、これはっきりと週1とは言い切れないかもしれないです、本編の方の編集の都合とかもあるんで、まあ、ちょっと今週は配信できないですっていうこともあるかもしれないですけど、やっぱりちょっと月額いただくっていうこともあって、まあ、なるべく最低週1では配信したいなと思ってて、であとはメンバーシップに関してなんですけど、結構反応、皆様の反応を見ながらまあ、変な話一人もいないとかも全然ありえると思うんでその反応を見ながらどんどんいろいろ追加していこうかなと思ってます、まあ、こんな動画が見たいよとか、こんな企画がやってほしいなっていうのは結構反映していきたいなと思ってます。でこれに関してはちょっとできるかどうかちょっと確定ではないんですけど、メンバー限定でライブ配信っていうのもやってみたいなと思ってまして、そうすればより直接金井さんに質問ができたりとか、あとは現場の30分だけ切り取ってライブ配信するとか、花台っていつも大体15分ぐらいでできるじゃないですか、それをリアルでリアルタイムで配信するとかも、まあ、メンバー限定だったら結構できるかなと思ってます、こんな感じですね、はいはい、大体、まあ、やってみることですよね。とにかくいろいろと
試みていいことだと思いますよ。まずね、金井さんもよく現場で挑戦とおっしゃっているので金井スタイルの YouTube の方でもいろいろ挑戦をしていこうかなっていう感じで始めます。以上です。はい、わかりました。まあちょっと YouTube だけじゃなくして通常言えないことっていうか、そういう裏話なんかもできたら、なんですかね、伝達していきたいなと思っておりますもんで、まあちょっとお値段がかかっちゃうっていうのはちょっとあれですけども、まあできるだけ造園という面白い職業を皆様にお伝えしたいと思っておりますので、登録していただければ本当にありがたいと思っております。よろしくお願いいたします。